とりあえず、フルーツジュースを一杯飲ませてくれ。今日のジュースはね、スジャータの100%アップルジュース。スジャータのジュースはね、あの、オレンジジュースをよく買うんだけども、アップルジュースは初めてだな。どうなんだろう、オレンジは最高にうまいんだが。 まあ、うまいね。さすがスジャータや。いやー、なんか今日は一日中動いてたな朝起きて、まず洗濯するじゃん。洗濯するのに、まずさ、あの、井戸井戸を手漕ぎポンプでさ、あの、水汲み出さなきゃいけないじゃん。 で腕の運動じゃん。だから今日はね、あの、あと穴を掘る作業やってたんだよ、ひたすら。穴を掘る作業で多分、足の筋肉と腰の筋肉と腕の筋肉を使うのか。で、その後、まあ、ちょっとおやつを食って休んだ後に、まあ、風呂に入りに自転車を漕いだわけだけども、まあ、合計で20キロぐらい漕いだんじゃないか。<laughs> わあすごい運動量だったんじゃないかなと。今日はね、あの、ま、いろいろと豚骨ラーメンとかさ、あの、チョコレートケーキとか、結構カロリー高めのものを食ったんだが、まあ、これだけの運動量だったら、余裕で消費してるよな。ああ。もうなんか、あれ,あれだよね、あの、 世の中の皆さんはさ、仕事終わりとかにさ、結構ジムとかに行くじゃないですか。で、まあ、あの、運動とかして健康を保ってるけど、もう小屋暮らしってさ、生活そのものがジムだよな。も <laughs> うどれだけ体動かしてるんだって感じだよね。なんかね、あの、小屋暮らししてるときはね、体の調子すごいいいんだよ。あの、強制的に体を動かすことになるからね。 洗濯だって手動だし、ちょっと出かけるのだって自転車だしね。まあ、とりあえずなんかもう体を動かすんだよ。小屋暮らししてると必然的に。だけどね、これ実家に帰るとさ、途端に体の調子悪くなるよな。全然動かなくなるんだよね。風呂に入るのだってさ、まあ家の風呂があるしね、どっか出かけるんだってさ、車があるしさ、 洗濯機も全自動でしょ飯は親が勝手に作ってくれると <laughs> ほとんど動かないよななんか首が痛くなったりとかさ体がだるくなったりするんだよまあねやっぱり適度な運動っちうのは必要だなオフィスワークの人たちがさわざわざ仕事終わりにジムに行くのがわかるよね 特に年取るとさ、あの、運動をサボると、もろに体に反動が来るっていうのが、感じるよな。若い頃はねあ、あの、結構一日中ダラダラしてもさ、特になんともなかったんだが、やっぱり30近くになってきたらさ、一日中ダラダラした生活するとさ、しばらく引きずるんだよな、こう。体のだるさというか。動かなきゃ調子悪くなるんだよね。<laughs> なんだろうな今日は何について、そう、今日は運動について語ろうと思ったんだが。うーん。なんだろう、なんかさ、やっぱりさ、自主的に運動するって難しいよなだから、みんなさ、あの、金払って、ジムに通ったりしてるのかな。ほら、金を出せば、やっぱ行かざるを得ないじゃん。せっかく金払ってるんだから。 その、施設備を使うには損だなと。いくらでもさ、運動するんだったらタダでできるんだけどさ、そこあえて金を払ってやってるってのはそういうことなんだろうな。<laughs> なんでもそうだけどさ、金払わないとさ、物事って真剣に取り組まないよな。<laughs> やっぱりあのー、自腹切ってやるっていうのも、 時にには大事だななっってて最近思うようよよきたよ、うん、<coughs> 昔なんかさ、あれだよね。あの、ゲームなんかやそうだわ。今なんか無料でさ、いくらでもゲーム遊べるじゃん。だけど無料のゲームってすぐ飽きるんだよな。昔なんかはさ、水に切ってゲーム買うじゃん。やっぱ骨の髄まで遊び尽くすよな。<laughs> なんかね、最近やったゲームとかさ、何やったっけって そもそもなんか全然印象に残ってないんだよね。な、何をやったかも覚えてないし。うんう。昔のあの、少ない小遣いから水にを切って、高いゲームを買ってね。で昔やった、あ、そう,そうそう、高いゲームを買って、で、まあ、クリア、頑張ってクリアしたわけじゃないですか。だから昔やったゲームとかは、 あの、ずっと記憶に残ってるんだよな。ニコ生とかでもさ、よくゲームの話とかになるんだが、大抵昔自腹切って買ったゲームの話とかだよね。<laughs> 最近やった、ただのゲームの話とか全然しないし。記憶に残すって意味で、水根を切るっていうのは大事だなと、つくづく実感するよ。<laughs> まあ今日はその、 運動についてと、まあ、水にを切って、物事をやるっていうことについて、一応ラジオにしてみました。いやー、まあ、ご視聴ありがとうございました。